はい、どうも。今回はね、チームレスマッチのマッチに勝利、これをクリアしたらおしまいです。ロンドンドックス。いやさ、みんなさ、マーブルマシンって知ってる？マーブルマシンっていう、まあ、楽器でありながら、まあ、曲名でもあるみたいな、まあ、とりあえずすげえのがあるんだ。まあ、このマーブルマシンっていうのが、あれ、ウィンターガタンっていうスウェーデンの4人組のバンドがいるんだけど、そこのバンドの、まあ、リーダー的存在であるあれ、マーティンって人がいんの。で、このマーティンがね、すげえんだよ。とりあえず何がすげえかっていうと、このマーティンがね、楽器を作るんだよ。で、自身で作った楽器を使って、まあ、曲を作ってくれるみたいな、なかなか面白いバンドで、で、そのマーティンがね、14ヶ月かけて作った超大作があって、それがマーブルマシンっていうやつで、マーブルマシンっていう、まあ、あれだね、パチンコ玉みたいのを、まあ、上から落として、それで音を鳴らすって感じなんだけど、でも見た目がね、楽器じゃねえんだよね。もうなんかすっごいんだよ。とりあえず上からパチンコ玉を落として、その落ちたところになんか鉄筋みたいのがあって、それで、まあ、音を奏でるみたいな感じなんだけど、まあ、すごいの、まあ、そのマシン1個でその鉄筋みたいのについてたり、ドラムもついててベースもついててみたいな感じで、本当にその機械1つで曲が作れるから、もうそこで作った曲をもう、マーブルマシン、まあ、その楽器の名前自体も曲名にしちゃおうみたいな感じで、もうマーブルマシンっていう楽器名でありながら曲名でもあるって最初言ったんだけど、そういうことなんだよね。あー、惜しい。いや、全然惜しくないわ。一発待ってない。後ろにいんだ。はい、普通にそのマーブルマシンって曲、いや、まあ、その機械がすごいっていうのも、まあ、そうなんだけど、普通に一曲としてもいい曲だから、まあ、ぜひとも聴いてほしいですね。オープン。まあ、そこにいるんじゃないかなみたいなね。普通にウィンターガタンね、曲がいいんだよね。ちょっと乗れる感じの曲でもありながら、どっか落ち着いた雰囲気のある、俺の好きなタイプのね、あれ、音楽をね、出してくれるバンドなんで、もともと好きだったんでね、普通におすすめですよ。あっぶなあ、あっぶな。ちょっとめんどくさいけど、お回りしますか。いるんだよな、この階段、多分。いないな。じゃあ、奥か。おう。あ、来るよ、もう一人。気をつけてね。あっ、てつ。この火炎瓶とかすぐ出てくれるのはいいんだけど、あ、そんなに使わないみたいな、投げるの忘れちゃうって。でもさ、火炎瓶投げた後のさ、武器の切り替えがさ、すっげえ遅いんだよね。だからあんまりちょっと使う気になれないっていうか、投げた後のちゃんと武器の切り替えが早ければ結構使えると思うんだけど、じゃあ設定すんのよって話だよね。それ言われたらちょっとおしまいだけど。あ、失礼します。あ、後ろ。あの大会でラッシュが優勝してからラッシュタグめっちゃ増えたよね。あ、おわじい。気づかなかったけど奥にも一人いたな今。まあ、とりあえずね、これでチャレンジおしまいでしょ。はい、勝利。まあ、てなわけでね、ウィンターガタンだよ。もう概要欄にちゃんと URL 貼るんで、マジでおすすめだから見てね。絶対見てね。最後にね、今もらったサプライドロップ引きましょうか。はーい。まあ、でも帽子いいんじゃない？うん、帽子がいい。うん。はい、じゃあおしまい。See you!